えこんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます、えー、今日はですねマイルスデビスのクッキーの、えー、アルバムの中に入っているエアージンの楽曲解説をしたいと思いますなぜ楽曲解説をしているかまあドラマーにとってよくこうコンピングってどうやってやれば上手くなりますかってよく聞かれるんですけどあのー、要は知識量が結構ないとあのー この間ちょっと僕が演奏してる時に何考えてるのっていうのをあげたんですけどああいうのでもそうですけど何かの曲の引用だったりすることもすごくあって「あの曲のあのフレーズはこう」みたいなね「ピンポン」っていう曲があって封印者の「タッツタッ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 タッ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 タ」ってタッツタを6回やったら「ダンダンダダンタッツタ」っていうフレーズがあるわけです。 タッツタを6回やってるとああ7回目にタンタンタタが来てダンダンで誰かが答えるみたいなそういうフレーズがこうあ,のあったりするんですよ。でそれを知ってるとああタッタンタッタって続けてるからタンタンタタって来るなと思わせといてそれを。 こうわざとこうずらして一小節手前に先にやったりとか、えー、それをやらずにタッツタをずっと続けるとかするとこうなんかすかすこともできたりとか要は誰かが何かこうアイデアを出した時に、えー、来るな来るなって思ってるから面白いわけで全くもって何も知らなくて全くもって適当なこと言うんではなくてモチーフディベロップメントなんですよだから相手が言ったことに対してどっかに食いついてこうなんかつなげていく感じにしないとなんかその知ってることをバラバラ言ってると「あのー。 おはようございますって言ったら「あの車は赤いです」えー、今日はあの調子いいのとか言ったら「あのシャツ僕好きです」って言うとこれはもう文章は全然成立してるんですけど全くもって喋ってて意味がないので相手のフレーズのここからこうつなげていくここからこうつなげていって全然違う方向に行ってる間にこっちはこっちで喋ってるみたいな感じになるんですね。そうする時にこう来たらこうみたいなのとかこの曲ってここはこうだよねみたいなのをたくさん知ってなきゃいけないんですよ。 というわけで、まあ、逆曲ごとに、ちょっとずつやっていきますね。エアージンっていう曲はですね、これ、まあ、ナイジェリアという、こう、西アフリカの国の。のね、あの、まあ、この綴りを逆にしたというわけですね。まあ、この頃、まあ。 えとまあ、これでソリニー・ロリンズが作った曲なんであの、まあ、みんな結構マイルスの,の字でも書いてましたけど曲できて何の曲にするって言って曲名つけないとねなかなかこう著作権取れないんで、まあ、適当につけてる例えば「オレオ」っていうのはその机の上にあった「オレオマーガリン」っていうの,のの「このオレオでいいじゃん」っつってオレオでつけてたりとかですねまあそんな感じで結構みんな適当につけてるナイジェリアンも多分適当につけたんだと思うんですけどこれあの雰囲気がエキゾチックなベースライン。 っていうベースラインが入ってくるわけですねで。まあこれが最初のイントロにくっついてるわけですね。で僕は前に説明したバンプって言われるんです。これをやってるとこの上でまあなんかリフがあでもここの場合は サックスが書き筆でたら「ルーダルーラっていうフレーズを弾くんで、まあ、ここはあのもしかしたらまあでもまあ基本的に僕らバンプとして扱うんですけどメロディーが設定されてないってやつですねまあでもそれ自体がリズムパターンなんでリズムパターンとコード進行がずっと一緒でずっと2小節1小節ないし2小節を繰り返しているこれをバンプというんで,でこれバンプで始めるんですね。 まあ、ソニー・ロレンズはもともとはバグズグループっていうマイルスのバンドの、えー、ところで、えー、発表して実際この、えー、クッキーで演奏してるのはコルトレンです。で、えー、とヘッドアレンジっていうのは何かというとですねまあこれがだからこう4部作このクッキーは4部作だって話は他のビデオでもしてるんですけど、まあ、いろんなものに載ってると思うマラソンセッションっていってマイルスが四枚4枚分のレコーディングを丸2日でやってしまって。 であの契約期もうこれ適当に販売していいから俺次のレコード会社行くからバイバイみたいな感じのもうマイルスらしいですねそういうやつですねその時に作ったやつなんでなんかこう適当にやってて聴くに値しないっていうふうに書いてる人いますけどもうジャズミュージシャン絶対聴かなきゃダメなアルバムですねだからこうえっ、ー、とまあエア人これはですねどういうふうな何が面白いかって聞くとわかるんですけどこれあの 意外とプロの人でも全然気づいてないことがすごく多いんですけどこのアルバムってあのさっきのイントロを使っててねダン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 ベースナインがあってでメロディーが始まってでえー、っとメロディーがね8小節で B が16小節でまた A が8小節あってで C が8小節ってこういう構成になってるんですねこの曲ちょっと難しいこう変速だしコード進行もちょっと難しいんであの上級者用のセッションに行くとよく使ってる曲なんですがでねあのー そののさっきの、えー、とベースラインをですねこのようは。っていうのはえっ、ー、とイントロでずーっと延々とやっててで合図があったらメロディーが始まって B 行ってでここでまたこのベースラインになっててるんですよ。普通の人だったら ABAC ってやってでまたバンプやって ABAC バンプってやれそうなんですがこの2回目の A をバンプ扱いにしてるわけですね。ここをメロディでで弾いてるのの最後のコーラスだけですだけすから そうするるとこの曲を知ってる人、要はこの曲なんかよく演奏してるからするとよしここをバンプで使おうさっきのバンプここで使ってであとずっと回してなみたいなで最後のテーマの時だけはここは、えー、と普通のメロディーして終わろうかっていうふうに説明するといちいちこう譜面を書かずにこういうのを 頭の中のアレンジということでヘッドアレンジって言ってこうこううわざわざ譜面を書かないでその場で説明してじゃあやってみようみたいなじゃあ本番やろうみたいな覚えてるあそこあそこあれだよみたいな感じでやるのをヘッドアレンジと言いますだからおそらく譜面で渡してないと思うんですけどでこう こういういにやってでここのそのベースラインのところはこうラテンでやるわけですだからイントロラテンでやっててだからンでホービートななんんでですよなんでここにラテンを持ってこないかっていうとここにラテンを持ってくることによって面白いことが起こるわけですこれがイントロみたいに聞こえるからここが歌い始めのようにも聞こえるわけですね。ううするとこ,うこう ここでラテンがあった後ここからメロディー歌い始めてここまでずっと続けていくっていうこともできるしなんかここで一旦終わらせてもっぺんまた仕切り直しみたいなこともできるしみたいな遊びどころがいっぱいできるわけですよだからこうワンクラス終わりました2回目終わりましたっていうふうな感じせずにこんな変なところに変なハードルが置かれてるから要はちょっとこうあの考えながらアドリブをしなきゃいけなくなるというかちょっと難解なんて面白いでしょこういうのね。 しかも、えー、っとこのバンプはね変なところに設定されてるしかもね A の発祥説明にリックっていうんですねリックっていうのはねなんかこう決め誰かがこう言うと誰かがこう言うみたいなのとかこれやるとこうみたいなのやつをこういう,こうフレーズの塊のことをまあリックっていうんですねでフィリーリックってよく言われててこのバンドの場合はまああの よく事典でも書かれてますけどフィリーがそういうのを始めてみんながそれを真似してなんかこう決まっていくんだみたいなことを言ってたんですがこの発小説明アドリブが始めた8小節目に「うただだっだっだ」っていうのが入ってるんですよ。でもう全コーラスほとんどやってるんで,でこれはピアノのレッドカーラーが誘ってるんですけど多分「お前いつもこれやってんじゃん」みたいな感じでやり始めるわけですね。ってことはここにこれがあるかもしれないっていう予測が立つわけですよ。 そういうのを知ってるか知ってないかっていうのでものすごくコンピングのうまさが分かれていくわけですね。だからここに「うただだったった」っていうのが来るなでここでラテンに行くなラテンに行くから手前ラテンのフィル入れれるだろうなみたいな感じのそういったことをこうよく知ってるかつまりここでこの曲をしこの曲をこの クッキーをよく聞き込んでる人たちが集まったら何も説明しないでも「うただだったった」っていうのが決まったりするしこの16小節目の手前のところに「ラテンのフィルを入れるとああここバンプにしたいのねっていうふうにできるはずわけなんですよつまりこう説明しなくても勝手にこうこういう,こうアンサンブル能力が高くなっていくってことなんですね。だからドラムの練習ばっかりしてる人っていうのは本当にまあドラムが上手いのになんかあさってんなことする人って世の中いっぱいいるんですよ。 なんかめちゃくちゃテクニックあるのになんでそこでそれやるみたいな <laughs> それ関係ねえじゃんみたいなねなんかもうこう会話はすごくうまいんだけどんかえっとんか。えー なななななんてていいいうのかな会話になってないみたいなね、えー「こんにちはおはよう」ってこっち簡単なこと言ってるんだけどなんか「私はあのシャツが好きであのシャツの襟のところには何を、えー、ってちょっとシャツの話してないし」とか思いながら「あのシャツ好きなの?」って言ったら、えー「僕はこの時計について、えー、この辺についてはですねここの秒針についてなんとかの角度で」とかって難しいこといっぱい喋るんだけどこっちの言ったことは何にも聞いてないし会話にならないみたいな好きなことを好きなふうにやってるみたいな。だから、えー、アドリブっていうのは その大事なのは何か一つモチーフがあってみんなそのモチーフにこうくっつけたり楽しんだりこう相手がつけてるのにこっちにしようとしてるのにこっちこっちこっちってやったりとかそういうのをいっぱい知ってないとアドリブって上手くならないんですよここら辺が結構みんなモノっていうのなんですねだから音楽の勉強をしないとただ上手いだけのドラマになってしまうんで逆に言うと僕は言うと僕からすると あの全然楽器力がなくても音楽力が高かったらやっぱりね人って感動するしお客さんっていうのはそのテクニックっていうのはねこれもねたくさん叩けばバーって手が動いたら最初はびっくりするんですけど慣れちゃうんでそれよりもこうな,んかなんかこの人いいよねって言われるのっていうのはそういう相手の空気とかみんなのこう空気感を合わせていけるっていうことはこういうモチーフをいっぱい知ってるってことなんですよ。なので、えー、こういったところも是非勉強していただけたらと思います。 まあ、イほかに,、ねまあ、にもまあ細かいところこのフレーズ来たらこのフレーズみたいなのを聞き込んでるとねだんだん覚えるじゃないですかあのフレーズ来たらこれあのフレーズ来たらこれ、まあ、全体を通してパッて聞いてみるこれあのリンク下に貼ってるんでねこれを考えながら聞いてくださいめちゃくちゃ音膨らみますからこういうこうただただアドリブをしてるだけじゃなくてマイルスはものすごく知的な人なんであのものすごくこうだから、まあ、マイルスはどちらかというと、まあ、あの いわゆるウィントン・マルサリスみたいなうわーってこう何でもテクニカルで何でもテクニックでできるっていうタイプの人じゃないんですよどっちかというとものすごくこう、まあ、楽器があんまりその人よりは上手じゃないので自分の音色をめちゃくちゃ研究してるからだから何の音を出すかってどんな音色で出すかっていうのをものすごい徹底的に研究してるからだから人の心に響くんですねだからマイルス・デビスがあんなに何なで帝王帝王って言われて何ですごいかっていうと本当に演奏能力もすごいし それはトランペットのテクニックではなくて音楽的なあの彼の凄さっていうところにあるんですね。というところが分かっていただけるとだんだん面白くなるかなと思って、えー、なかなかこういう座学をやるとですねクリック率が上がらないんですけど、えー、懲りずにやっていこうかなと思ってこれはドラマーのためにすごくこう、えー、みんなコンピングってどうやってやればいいですかってコンピングの教材出してもでも動くようになったんですけどどこで使っていいか分かりませんってそれもこ,れこういうの勉強するしかないんですよ。 えー、というわけで頑張って、えー、こういうのを知識を貯めて楽しみながら、ね、めっちゃ面白いじゃんってこうぶつけた時にイエーイって思うわけですよ僕はねそういうふうに思いながらたなんかこう,こう,こう聞くと面白いんではないかなと思う意外とプロミュージシャンでもイヤー人でこのリックとこのバンプがここにあるのを知らない人が多いですね、えー、というわけで、えー、ちょっとプロミュージシャンが頭良くなったんじゃないかなと思いますので是非、えー、勉強してください、えー、本日は以上になりますどうもありがとうございました 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。